石巻市民の有志3人はきのう斉藤正美市長に中瀬地区での花火打ち上げを求める2507人分の署名簿を提出しました市などで作る実行委員会はことしの川開き祭りの花火会場について中瀬地区のほか海北地区と南浜地区の3か所を候補地としています市民の有志は、 中瀬地区はほかの2つの地区に比べ交通の便が良く中心商店街への経済効果も大きいとしていますこれまでの実行委員会は来月10日まで行う市民アンケートの結果も参考に4月中に会場を決める考えです